お疲れ様です。競輪い一木チャンネル一木です。久留米競輪、ナイター、初日となっておりますので、10、11、12、展開予想をしていきたいと思います。まずは久留米競輪、400メートルバンク、直線が50.7メートルと短いです。1着の決まり手、逃げ22、真っくり36、差し42と、3、3バンクと400メートルバンクのちょうど中間ぐらいの数値になっております。 2着、逃げ16、まくり20、差し26、マーク38と。えー、その割にはね、え筋違いも入るということになっておりますので、1着はね、33より、そして2着は、えー、少し直線の長い400メートルバンクよりということでね、えー、これまた面白いクルメ競輪の特徴になっております。えー、それでは、クルメ10レースメンバーを見ていきましょう。1番、佐伯。2番、松尾。3番、松田。4番、宮崎。5番、戸田。 6番、茅島、ま。7番、藤井となっております。ラインを確認していきましょう。7番、3番。7番の藤井に、3番の松田。1番、5番。1番の佐伯に、5番の戸田。4、2、6。4番の宮崎に、2番の松尾。6番の茅島、ま。2対2対3。ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。 7番の藤井、バック26回、ホーム18回、逃げの決まり手が12、まくりが3、差しが1、マークが0と、もっか絶好調、先行まくりで戦います。 一番の佐伯、バック4回、ホーム5回、逃げのき前手が0、マクリが1、差しが4、マークが0と。えー、この成績ではね、差、え、し、ー、主体でマクリが打てるだけと、えー、思われてもしょうがないですよね。えー、そして四番の宮崎、バック2回、ホーム4回、逃げのき前手が1、マクリが2、差しが0、マークが2と。ね、まあこちらもね、えー、マクリ、差し先行、まあ自在タイプと考えた方がいいのかなと。 えこうなってきますと、えー、スタートです。えー、スタート牽制入るんじゃないかなと思います。スタート牽制が入れば7番3番が前受けすると。1番5番が中段キープ。426がまずは後方から。赤番で426が仕掛けていきます。これはおそらく中段取りですよね。1番5番が切り替えて7番3番。ジャンの合図とともに7番3番発進。ここでね、えー、しっかりと3番の松田がついていけるかどうかと。えー、松田もね、48歳ということになってしまいましたので、ちょっとね、えー、ダッシュで。 離れてしまう可能性もあるということで、7番がね、一人旅ということもね、多少考えておいた方がいいかなと。4、2、6が中段にいて、1番、5番が後方からの仕掛けとなりますので、ここはね、力が一枚違うということで、7番の藤井の押し切りから狙っていきたいと。ただし、万が一ですよね、ここ、7番の藤井がマークリンに構えたとき、4番の宮崎がかけて粘りに粘るということもね、ありますので、抑えは4番の宮崎の番手、2番 の松をね、えー、捌いて抜け出すここから行きますまずは7番の、えー、藤井から、えー、3番の松田ラインですのでつけます。えー、松田が切れていた時もしくは3番手にすっぽりはまるのは4番の宮崎ということで4番の宮崎、えー。そしてその宮崎の番手から抜け出てくる2番の松尾ということで7から3、4に折り返し線。こちらが本線です。あとは7番からの抜け1番の佐伯。 そして、万が一、7番の藤井が失敗したとき、そこはもう2番の松尾の出番ということで、ライン、4番、6番をつけまして、そしてそこに3番の松田、バンバン車検、1番の佐伯がまくり追い込みということで、2位から4、6、3、1折り返し、こちらの方で10レースは狙っていきたいと思います。さあ、それではね、11レースメンバーを見ていきましょう。1番小川、2番森川、3番山本、 4番武田、5番西田、6番田中、7番安倍となっております。ラインを確認していきます。7、1、5、7番の安倍に1番の小川、5番の西田が回ります。2番4番、2番の森川に4番の武田、3番6番、3番の山本に6番の田中ということで、3対2対2、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。7番の安倍、バック12回、ホーム11回、 逃げの決まり手が6マクリが3差しが2マークが1先行マクリで戦います。2番の森川バック5回ホーム2回、えー、マクリが2それ以外は決まり手ついておりません。3番の山本バック3回ホーム1回逃げの決まり手が0マクリが1差しが2マークが2と、えー、こちらは。 永久から上がってきた戦歴になっておりますのでね、まあ、鵜呑みにできないということで、もう圧倒的にね、えー、7番ライン有利な構成になっていると。さすがに、まあ、地元勢を勝たせたいのかなというね、えー、番組屋さんの意図がありありと見えてくると、えー。ただこういうね、あの番組屋さんが本命入るようにということでね、いじった時、えー、何か波乱が起こるような気もしますと。 えー、スタートは715がね、スタートをね、取っていくと。えー、2番4番が中断。3番6番が外枠引いておりません、ね。後方からの仕掛けと。赤番で、えー、3番6番がインを切りに行く。2番4番が切り替えて715。ジャンの合図とともに715発進。3番6番が中断。2番4番が後方からのまくりと、えー、考えました、えー。ただしこれね、どう考えてもね、715ラインが有利になる。もうこれしか思いつきませんので、えー、ここはね、はい。 1>, えー、1番、えー、小川から、えー、7番5番つけてあとは17全17ハサミもうここしかね、えー、思いつかないということで、えー、さあ私はこれね、えー、11レース、まあ、固く固く収まるとしか思いませんでしたけれども、えー、こういう時に波乱目が入りますので波乱目が入った時どういう展開になるのかしっかりとレースの方ね観戦していきたいと思いますさあそれでは最終12レース特選 メンバーを見ていきましょう。1番、カシノ。2番、高原。3番、坂口。4番、原田。5番、鳥取。6番、長尾。7番、池田となっております。ラインを確認していきます。5番、1番。5番の鳥取に、1番、のカシノ。4、2、7。4番の原田に、2番の高原。7番の池田が回ります。6番、3番。6番の長尾に、3番の坂口。ということで、2対3対2、ライン3分線です。 ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。5番の鳥取、バック18回、ホーム14回、逃げ抜き前手が9、まくりが3、差しが0のマークが0ということで、ね、0まくり、まだまだ調子はいいです。4番の原田、バック6回、ホーム3回、逃げ抜き前手が2、まくりが14、差しが3、マークが1と、えー、戦歴は随一抜けておりますけれど、調子はね、えー、戦歴とは逆に、えー、加工気味ということで、えー、このね、えー、戦歴っていうのが、 うん、4ヶ月ぐらいね、前のデータになってますので、前ね、数ヶ月前のデータと、今の本人の調子っていうのはね、かけ離れてしまう時があります。今の4番の原田はそんなにね、調子が良くない普通のおまくり屋だと思っておいた方がいいんじゃないかなと。 えー、6番の長尾バック2回ホーム4回逃げの決前手が0まくりが2差しが2マークが0と、えー、こちらもね差しまくりで戦いますので、えー、中段取りからのね3半まくり追い込みぐらいじゃないでしょうか、えー、ということなのでスタートはまあ1番のカシノがいますので5番1番が前受けして下がって後ろからかましたいと、えー、2番の高原がいますので427が中段6番3番が外側引いておりません、ね、後方からの仕掛け 赤番で6番3番がインを切りに行きます。427が切り替えて51。まあ普通に行けばね、えー、ジャンで5番1番が発進、6番3番がしてやったり中断、427が後方からのまく、あ、る展開というふうに考えましたので、まあこうなればね、えー、5番の鳥取の、ねえー、番手を回る1番の歌シの差し出しがね、かなり戻ってきましたので、えー、ここ1番の歌シのから本戦として狙っていきたいと。 えただこう特選だけにね、原田もね、427、ライン3社いますからね、もうここは思い切ってね、仕掛けたとき、叩いたときですよね。はい、2番のね、高原からということで、押さえは2番の高原から手広くいきたいと思います。まずは1番のね、カシノから、5番の鳥取。 もうね、偉らいですので、つけまして、3番の坂口の突っ込み、4番の原田のまくり追い込みということで、1から534折り返し線、こちらが本線です。あとは2番の高原から、こちらからですと、え、ライン以外はつくと思いますので、え、ここね、え、ライン以外の決着を望みながらと。え、まずは4番、7番、ラインの前後をつけて、1番のカシノの突っ込み、え、3番の坂口の突っ込み、え、5番の鳥取の 前残りということで、2位から47135、こちらの方を押さえていきたいと思います。えー、どうしても7社の経輪というのはね、安く安く収まるところがあるんですけれど、落とし穴がね、あるということで、ガチガチに売れたところをね、えー、なんかの要因で飛んでしまった時にはね、2社団でも驚くべき高配当が出ますので、まあそちらの方をね、まあ、出るまで我慢の経輪が続くのかなと。えー、まあ一応ね、当たるのはわかるので、しっかりとね、安いのも拾っていきながら、 後配当を出るまで我慢していきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします